アシュワガンダはナスカの常緑低木。インドでは古くからアーユルベーダにて利用されている。アシュワガンダとはサンスクリット語で馬の匂いを意味し、アシュワガンダの新鮮な根から放たれる独特な刺激臭と精力剤として使用されていた経緯に由来すると考えられる。学名のサムニファーはユーミンを意味し、このハーブが鎮静作用を持つことを表している。 アシュワガンダは、カナリア諸島から、南ヨーロッパ、アフリカ、中国の甘粛省にかけて分布し、約20種の原種がある。一般的な農作物には、不向きな水はけの良い乾燥した土壌を好むため、インドでは19世紀後半から、商業目的で大規模に栽培されるようになり、一大産地となった。樹高は、約90センチメートル程度の多年生小低木であり、 全体が銀白色の毛で覆われている種が多い。耐性する葉は長さ5から15センチメートルのほぼ楕円形。花は長さ、幅ともに1センチメートル程度の大きさで、黄緑色の星型である。アシュアガンダの根は高ストレスのハーブとして知られている。専門的なハーブ療法以外にも、世界ではハーブティーとして摂取している地域もあるが、日本では薬事法により、 医薬品として指定されているため、使用や流通に規制がある。花アーユルベー大学では、インドのバイアグラ、インドの朝鮮人参、などと称されている。アシュワガンダは、関節痛、腰痛の緩和、血液浄化作用、滋養競争、高ストレス性、勢力増強、リウマチなどに効果があるとされる。また、近年、脳機能改善作用、免疫力強化、 抗炎症作用などの効果もあるとされる。産業技術総合研究所の動物実験では、癌細胞を死滅させ、正常細胞の老化を防ぐ効果があった。さらに科学的な分析を行った結果、ウィザノンと呼ばれる物質が P53 という癌抑制遺伝子を活性化させ、癌細胞の増殖抑制や正常細胞の老化防止を導くことが分かった。ありがとうございます。